またジョギング中に写真なんか持ってるんだ。それを眺めながら走ってたんでしょうか。まさか。ちょっとすいません。警部、どうだ、なんか分かったか。被害者は高木光雄、この近くのアパートに住んでます。凶器および死因はボウガンによる射殺です。ボウガンの射程範囲を見てきたんですが、犯人の残留物、痕跡等は見つかりませんでした。なぜジョギング中に写真なんか持っていたのでしょう。他のことはまだ分かっていません。矢は背中から心臓を射抜いています。どうやら水平に斜め後方から撃たれたようですね。警部、第一発見者です。ちょっと話聞かせてもらえませんか。名前と勤め先教えていただけません。佐久間陽子です。彼女たちは山内由美と片桐玲子です。3人ともセントラル陶器で働いています。はい、私たち引っ越しの手伝いしてたんです。引っ越ししてきたばっかりなのでまだ荷物が散らかってて、私カメラを探しにベランダに出たんです。でちょっと下を見たら男の人が。その時不審な人物あるいは車など見ませんでした。いえ、何も。はい、私たち引っ越しの手伝い。その時何も見てませんね。はい、その時夜分恐縮でした。今夜のところはどうかお引き取りください。また何か思い出しましたらよろしく。おじゃく。はい、ご苦労様でした。今夜そろそろ引き上げるか。明日から忙しくなりそうですね。